ロナの日だなと思ったのは、はい、すみません、迷うもんね、常にね。そうですね。はい、こんばんは、レッツホナギラです。今日はですね、私が尊敬する方に弟子入りするため東京中野にやってまいりました。早速訪問したいと思います。はい、場所はこちらです。あ、こんばんは、すみません、お邪魔します。あ、ナギラさん、お疲れ様です。ご無沙汰してます。すみません、お待たせしました。本日はよろしくお願いします。座ってください。はい、楽しみにしてました、本当に。よかった、よかった。あ、すみません、失礼します。どうぞ。はい、ありがとうございます。どうぞ。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうね、わざわざ。 いえ、もう本当に今日弟子入りできるということで、もう楽しみにしました。でも立派な考えだよね、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。ちょっとだけ待ってもらっていいですか。はい、ちょっと先にちょっと1個だけ決めましょう、うん、はい、どうしてもここだけ決めないといけないから、ね、ちょっと待って、ね、はい、すいません。とにかくね、うん、まあ中野はさすがに行き過ぎてるじゃないですか。そうですね。どうしようかな。あんま遠くないところまでもいいっすよね。じゃあ高円寺でいいですか。はい、はい、大丈夫です。よし、じゃあやりましょう。どうぞ。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ会議終わります。お疲れ様でした。そうです。いや、お待たせしました。はい、すいませんでした。すいません、すいません。今のは一体何が行われてたんですか。そうですね、今日の、はい、あの、まあ、戦略、はい、そう、どこ飲みに行くかっていうのを決めてたんですよ、うん、はい。あ、すいません、大事なことなんで。なるほど、すいません、ちょっと本当に失礼なんですけど、今日どなたなんですか。すいません、はい、すいません、ちょっと挨拶しなかったですね、はい、僕あのプロ飲み師の弟子のコミュニケーション、高山さんの弟子、うん、そうですね、はい、そう、俺が唯一の、はい、あのプロの人、唯一の弟子です。お、行きましょう。はい、はい、うん、とにかくついてきてください。はい、ついていきます。よろしくお願いします。お願いします。高山さん、山田さん、今日の、はい、まあ、全体感というか、うん、修行の内容というか教えていただいてよろしいでしょうか。まあ、今日は高円寺、そうですね、高円寺を中心に組み立てます。組み立て、はい、どうこうに行くかっていうのは、はい、組み立てる。なるほどですね。今日はそうですね、何件ぐらい、3件ぐらいですかね、多分ね。まあ2、3、分かんない、その時の状況によるという、うんうん、門限があるんで。そう、門限、うん、そう、門限ある、うん、門限がある。門限があるんですか。山田さん、門限って何時ですか。5時ですね。俺4時。すでにちょっとお二人の威圧感に負けそうです。マジか、まあそうだよな。あるケースね。臨休系ですね。臨休系だ。臨休系っていうのは臨時休業。ああ。臨時休業。失礼します。失礼します。失礼します。じゃあ始めましょう、今日も。そうですね、うん、じゃあ竹山さん、あれなんか面白いことありましたか。なんかね、オイラの船は300トン。そう、オイラの船は300トン、うまかったですよ。飲み放題なんですね、はい、で冷凍食品がいっぱい出てくる。冷凍食品なの。焼きおにぎりとかピザとかが永遠取れてくるんだよね。そうなんですね。で、竹山さん今いくつですか。僕28です。立派だよね。いや、めちゃめちゃすごいっすよね、うん、28がですか。いや、28がっていうか、うん、ちゃんとしてるし。おマジで、ほんとこういう、うん、うちで働いてほしいよ。いや、僕も俺の代わりに働いてほしいよ。、うん、僕もなんかやっぱ応募してくれたら、うん、はい、もうなんか目くらで取りますよ。すいません、質問なんですけど、はいはい、高山さんとかだったら360日、うん、年間飲みに行かれてるっていうの聞いたことあって、うん、なんでそんな飲みに行ってるんですか。まあ、なんかね、はい、結局、はい、一番は、うん、今44なんですけど、はい、ね、30超えてくると、うん、もうあの友達ってほとんどいなくなりません。そうですね、会社以外の。そう、会社以外の友達いないですよ。もう36とかなんですけど、うん、全然いないです。いないですよね。で、小学校の友達とかは絶対会わないじゃん、うん、中学も高校とかも会わないじゃん、ほぼ合わないじゃん。合わないですね。大学とかもほぼ合わないじゃん。ほぼ合わないです。会っても年に1回とかで、1回とか2回ですよね。1回会えばすごいじゃん、うん、
だから友達がいなくなって会職場の人しかいなくなるじゃないですか。そうですね。で職場の人とも今飲みには行かない風潮でもあるし、別にそうじゃん。まあもうわざわざ行くね。うん、だからそうなってくると友達がどんどん俺いないから、まあでも友達を探しに行ってるのかもしれないなっていうか、探してるっていうか、多分実際の友達できますしね。うん、できるじゃないですか、ずっと通ってると。できますね。それが目的だったんですね。すいません、この2杯目とかって何飲むのがいいですか。山口さん、何でもいいんじゃないですか。ああ、そうなんですね。なんか2杯目はジントニックで、はい、あのメニューあるんで、はい、だから好きなものを飲むのがいいと思います。おノンアルとかでも。あ、全然全然好きなものがあったら。おそうなんですね。てっきりなんか飲みはこれだみたいな。いや、全然本当好きなものを飲めばいいし、はい、あとあのノンアルの常連も、ノンアルしか要は酒を飲まない常連の人がたくさんいる、はい、あそうなんです。そうなんですよ。別にそういうことじゃない。ごちそうさまです。山田さん、ごちそうさまでした。いや、次高山さん、はい、質問なんですけど、はい、プロ飲み師っていうのは何なんですか。うん、何かって言われるとすごい概念みたいな感じなんですけど、はい、まずそのプロ飲み師って言ってもですね、はい、俺はまだ駆け出しです、はい、プロ飲み師の中の一番階層というか。そうなんです。そうなんです。ギリ最近投げたみたいな。ギノギ、あ、まだだったら最年少でプロ飲み師になったんですけどまあ何かっていうとですね、はい、まあプロ飲み師だなと思ったのは、はい、飲みに行ってくるねって言った時に、はい、その妻にね、はい、行ってらっしゃいって言われるようになった時に、はい、あ、俺プロだなと思いました。はい、2軒目です。バーアルバー。じゃあお疲れ様です。すいません、今日ちょっと僕あのドリンク勉強してきて、カニカゼとかいっちゃってもいいですか。いいんじゃない。飲みたいもの。そう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 、ちょっとメニュー見ましょうか。なさそうっすね。ないですね。ないものはダメですよ。ないものはダメですよ。そうなんですね。だって吉野家で、あれ、ロコモコとか頼み注文しますよ。いや、頼まないです。いや、でもそれ出るかもしれない。ロコモコ、はい、確かにね、いつか出そうだね。そうですよね、うん、吉野家で、はい、アクアパッツァ、はい、って言いますかね。いや、言わないです。同じことですよね。はい、いいですか、飲み屋のヒエラルキー、はい、てか思いっきりあるね。ありますね。あるこれですね、うん、はい、ちょっと若干高いけどね、はい、そうそうそう、だからお財布と相談しよう。さっきの散々偉そうな話した、ね、じゃあ頼んでいいです、はい、です。あ、うん、ありがとうございます。嬉しい。高山さん、うん、質問なんですけど、うん、まあ、飲み屋に行くのは友達を作るのが目的だと、はい、おっしゃってたんですけど、はい、まあ、ちょこっと行ったぐらいじゃ難しいんじゃないかと思ってて。まあそれそうですよね、まあ、そこら辺のこう友達になるためのポイントというか、はいはい、その指標というか、それを教えてほしいです。これ研究結果出てて、はい、僕ら2人の研究なんですけど、はい、あの名前が小学校校歌って言うんですよ。はい、はい、どういうことですか。あ、小学校の時って毎日会うから長くなる、はいはい、とにかくね、小学校の友達毎日会ってましたもんね。そう、だから友達なんですよね。さっきも言ったように。分かりました。はい、ありがとうございます。明日から、はい、中野の、あの早稲田通りから中野行くよ。はい、で今2軒目を出まして、はい、これからはどうなりますか。あえて、はい、中野に帰りましょう。帰るんですか。帰る。あれ、わかりました。うん、あえて帰ります。あ、なんだかんだって結構飲んでますよね。そうですね。楽しいよね。やっぱこうなんかなんていうか、やっぱ人生うまくいかないなっていう。はい。いかないの。なんでそんな急にそういう話になってますかね。やっぱ迷うってでもいいことだと僕思うんですよね。うん。迷う。だって迷うもんね、常にね。そうなんですよ。はい、で、あの迷うって何がいいかっていうと、はい、僕いつも思ってることがあって、はいはい、あの
同じ景色に見えるんですけど、うん、人生って実は螺旋型だと思ってて、何かっていうと、うん、こう回ってるじゃないですか螺旋で、はい、で実はちょっとずつ上に上がってるんですよ。だから同じ場所にいて高さだけ上がってると、うん、同じ景色に見えて何も変わってない気がするんですけど、うん、はい、徐々にね、そう迷って迷って迷って、うん、その同じ景色なんですけど、うん、いつかちょっと上がってくと迷って迷って迷って違う景色になるんですよ。なるほどね。だから迷い続けるっていうのは、うん、違う景色が見える兆しなんですよね。だから進んでるから迷うんですよ。なんかいい話にまとめてますけど、なんか飲んでて今日なんか一つ分かりました。螺旋なんです。螺旋ですね。螺旋とか、ね、人生は螺旋ですね。螺旋と高さ、高さ。すごい疲れた。疲れましたね。お疲れ様です。いや結局さ、プロの飯って何かというとプロ客じゃないですか。うん、そうですね。客もそう、いい客なのかな。いや、いい客だったら、あの端っこで黙って、まあ、そうですね、飲むのも、ね、おっさんもいい客じゃないですか。いい、めちゃめちゃ髪落とす、おっちゃんもいい客だよね。確かに。そう、三国志誰ですかね。三国志で言うと、しょかすよ。いや、そんな立派じゃないよ。すごい、ね、戦略も戦略、ね、全部できる。新旧とかになるんですどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、今日、長谷さんもお疲れ様でした。あ、ありがとうございました。まあ、結局のところ、今日は何だったんですかね、これは。何だったんでしょうね。そうですね。やっぱりもう一言で言うと、まあ、リアル。うん。で結局さ、俺たちもさ、その、うん、インターネットの商売じゃないですか。そうですね。で、だからこそ、その、リアルを見るというか、うんうんうん、ネットだけじゃ分からないことってたくさんありますよね。いっぱいありますね。で、さっきも言ったように違う職種とか違う生き方をしてる人って、うんうん、っていうのを現場で見るというか、そうですね、あの知識、あのなんとなくその情報だけじゃなくてちゃんとリアルで見るってすごく重要ですよね、はい、っていうことなんでしょうかね。そうですね。それで大丈夫ですかね